ヒズルハーンは、インド北部を支配したサイード町の初代君主ヒズルは、ティムール町に仕えた軍人である。ティムール町君主ティムールが1398年末に衰退していた、北インドの王朝、トゥグルク町に対して侵攻し、時の王であるナーシュルティー・マフムードシャーを追い出して、デリーを徹底的に略奪、破壊して、インドから撤退した。1405年に、 ティムールが死去して、王朝で内紛が起こると、半ば自立したような状況になるが、ヒズルは内紛を制した、ティムールの子、シャールフに従って、インドを統治した。トゥグルク朝は、ティムールの侵攻で、ますます衰退し、王家は、ナーシルデーティン・マフムードシャーをもって1413年に、断絶し、重心のダウラとハーン・ローディーが王となった。この混乱を見たヒズルは1414 14年に、 デリーに侵攻して、トゥグルク朝を完全に滅ぼし、新たに、サイード朝を創設した。サイード朝とはヒズルが、ムハンマドの子孫であるサイードと称したことに由来する。だが、サイード朝は、デリーとその周辺のみを支配する北インドの、昭和朝に過ぎなかった。このため、ヒズルはあくまで、シャールフを創始として、スルタンを自ら称することもなかった。 ヒズル自身は政略にも軍略にも恵まれた名称だった。サイードを称したのもイスラム系のインド諸王朝の支持を得るためだったという。また王朝支配の強化を目指して領土拡大に奔走するが周辺諸国との関係悪化や支配下にある諸将の離反など君主権の弱さがかえって拡大を妨げる一因となりヒズルの時代は現状維持にとどまることとなった。 1421年に死去。あと、このムバーラクシャーが継いだ。ありがとうございます。